無関係だけどママだよ。すごくね続いてんだねこの世界はね。この世代めっちゃ続いてるからね。30代ぐらいいってるかもしれない、もしかしたらね。あ、この子結構できる系な子かもしんないね、もしかしたらね。名前どうしようかな。マリリン・モンローにしよう。あなたはマリリン・モンローです。キャーってなっちゃう。スカートキャーってなっちゃうね。かわいい、かっこいい、かわいい系の名前をつければね、きっと生きるかなっていう、そういう感じするんでね。さっきまで、あたふたしてたけど、結構、回り始めてるかな？好きな仕事、やってね。って言っときましょう。とりあえず私、周り何が起きるか分かんないからね。シチューせっかくここにあるからさ、シチュー作ろうよ。ねえ、せっかくだからね。お、どうしたおっさん。おっさんまた新しく、ヨモ持ってきた。スタンバイしてる。おろさないからね、私ね。どうしたどうした何してんのめっちゃスタンバイしてんじゃん。左からやればワンチャン着せられるかもしんないよ、もしかしたらね。弓矢が3本あるからね、クマが来ても大丈夫なんだよね。すごいいい感じ。お、毛が生えたね。よし、ご飯食べようかな。W、どうしたどうしたマジか。大丈夫か大丈夫すごい。ワープするよね。サドルとかどうしてるかな？一個サドルつくとくか、これ。せっかくだからね。一個サドルつくときます。長生きしてね。これどっちか、ずれてくれないかな？ちょっと、抱きづらいんだが。よいしょー。名前？おのおの、こまち。頑張ってね。おたさわの姫。すごいの来たぞ。すごいの来た。おたさわの姫だって。ハートマーク。33歳。15歳。お願いできる？ 33 歳。いないんかい。あ、いた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 。どうしよう。あ、お願いできる、お願いできる、お願いできる？ありがとう。よーし、ようやくこれでいろいろできるぞ。パイはどうなった？パイ焼いてるね、大丈夫だね。パイ今焼いてる最中。ちょっとこれ、ここ入れとくか。こうして、よいしょ。待って待って待って。待って待って待って。違う。持てない持てない。持てない。あー、ありがとう。ありがとう。待って、ちょ、ごめんね。よいしょ。ごめんね。危なかったー。待って、めちゃくちゃリュック背負ってるとやりづらいわ。パイはこれ大丈夫。鉄焼いてないよ、もしかして。あ、鉄焼いてないっぽいね。鉄焼くか、じゃあちょっと。待てるか。うわ、途中でやめちゃった感じ？あー、途中でやまっちゃってる。タコス作るか。じゃあ、タコス作りでもしますか。火はこっちにある？火はあるね。よし、タコス作ろう、タコス。ちょっとこっち、多分、タコス作りの途中でやめちゃった的な感じになってるから、タコスを作っていった方がいい気がするから、タコスを作ろう。じゃあ、ここに火を持ってきましょう。カタルニスのやつが、あと何個残ってるかだね。いっぱい残ってればいいんだけども、まあ、火をこっちにやって、で、水を入れないと簡単じゃんね、みんなね。水入れなきゃかもんで、鉄が入っとる。水。ここにボールがあるから、よいしょ。水入れて、タコス作りは多分初めてなんだけど、やることはほとんどトルティアと一緒なんだよね。よいしょってやって、で、これで、あ、トウモロコシ。トウモロコシ欲しいんだった。そうだ。トウモロコシあるよね、多分。あ、あるある、大丈夫。これを、入れて、ちょっとこれ一回火強くしとこうか。念のため。すぐに使わないんでね。あー、間に合わなかったか。そっか。どうしようか。間に合うかな。水バケツいっぱい持ってきた方がいい気がする、これ。どうしよう。卵あれば、ワンチャンオムレツパーティーをしておくのもありかもしれない。なんか私何持ってんだ？卵がどこかにあれば、オムパをするのもありだと思うんだけども、あなたはベッカムです。ベッカもよろしくお願いします。卵ここにあるね。ああ、でも、一個のためにオムレツパーティーはないな。ああ、どうしよう。一個炊き器をただ無駄にしただけになっちゃう、これだと。しょうがない。ちょっと、いいや。すぐにできるわけじゃないから、ちょっと、諦めよう。そうしたら、ここに、これをまた入れて、違う。これをこうやって入れて、で、これでトウモロコシをね、入れます。トウモロコシ、いっぱいある？まあまあ、いっぱいあるけども、ちょっといっぱい取っとくか。トウモロコシ、トウモロコシ、トウモロコシ、取って、で、これをこの中入れて、火打ち小石があるから、火打ち小石でやって、これをこの中入れて、これで、熱い石炭、よし、よかった、間に合った。いや、これ間に合うかな、もう一個間に合うかな、間に合わせる。私は間に合わせる。こうして、これをやることでボールが2個得するからね、得するというか、使えるようになるもんで、
こうしてんかいそしたらこれを、石でねやることでぷくーっとさせることができて、これでぷくーっとさせることができて、こっから先は、この前作ったねトルティーヤの時と同じですね。マサ土地地の平らな石に乗せてうんたらかんたらかんたらかんたらってやっていく的な感じです。ご飯が欲しゅうござる。ご飯食べてちょっと持たなかったけど、もう一回ね火をつけましょう。じゃあまああとあとここで火事をやることを考えたら、火をこっちの方にも移動しとく的な感じのことをしてもいいかもしれない。今日ね多分2箇所火をつけちゃうとね、ちょっとした、まあ、贅沢感あるからね、あんまりつけすぎちゃうの前な感じするけども、あ、これこっち入れとくか。入れといて、で、これも火でやるもんで、火でやった後に今度はあれやって、これやって、これやるもんで、カタルシス持ってきとこう、それじゃあ。さあ、白髪になりましたね。カタルシス、カルニタスだ。カタルシスってなんだっけ？まあいいや。カルニタス。カルニタスはね、狼をね、手なずけることで、あの、犬をね、産ませることができるんですが、犬が結構ね、まあそこまで必要ない的な感じの仕様になっちゃってるんで、熊に対して友好的な話もあるんだけども、あんまりそういうね、実感なかったりするからね、ちょっと微妙かな的な、そういう感じはしますね。よし、そしたら、これを、こうして、火で炙って、で、お皿が欲しい。お皿。お皿ちょっと2個ぐらい。お皿多分ここにいっぱいあると思うから、お皿を3個ぐらいもらっていこう。で、しっかりオムレツもね、途中途中で焼いていく的な感じのことを意識してやっていこう。これを乗せて、まあ、今とりあえず鍛冶屋がいないんで、これをこうしてパシューっとやって、伸ばして、焼いて、乗せる。パシューっとやって、伸ばして、焼いて、乗せる。パシュー、伸ばして、焼いて、乗せる。で、ちょっと、一回、オムレツを挟んで、リセットさせて、で、もう一回、パシューっとやって、伸ばして、焼いて、乗せる。本当はこれ2枚ずつでね、このカルニタスやってもいいかもしれない。カルニタスを消費するとこだけ考えたら、そうやってね、やってしまってもいいかもしれないです。だまあ今回は一応ね、たくさん一番乗せられる状態まで乗せてからやります。確か6枚だったかな。6枚まで乗せることできるんで、これで多分マックスかな。あ、まだ乗れる。8枚か、じゃあ。8枚まで乗るんだ、これ。すごいな。パシュートやって乗せる。で、最後にこのカルニタスを乗せれば、はい、タコスの出来上がり。タコスもね、結構美味しいんでね。うん、めえそしたら、どうしようかな。火事でもやっとくか。火事やんのもありかもしんないね、もしかしたらね。なんですが、もう大量に余ってるこのカルニタスを使っていって、狼を手なずけていく的な感じのこともやってもいいかもしんないけども、これどっちにしようかね。動画撮ってなければ間違いなくね、これ、鉄を焼くのが正解なんだけども、そのこと考えたら鉄よりも先に狼をやってしまう的な、そういった感じのことも愛なんだけども、ただやっぱ鉄をやった方がいい気がする。いつ鉄がなくなってしまうかわかんないからね。ってことで、この辺を整理整頓していきましょう。鉄をね、コッコッコってやるときはね、この丸石を使うようにしましょう。というのもね、この鍛冶ハンマーって壊れちゃうんだよ。壊れちゃうもんで、鍛冶ハンマーをずっと使い続けてると壊れちゃうんで、コッコッコッと吸うのにも鍛冶ハンマー使っちゃうと若干ね、壊れてしまったときもったいない的な感じがあるんでね。なんだこれ。鉄かと思ったら違ったぞ。入れ替えてこうやってやって、あ、ちょっと石炭1個もう出来上がってんじゃん、こっち側。そしたら火をこっち側ちょっと作っておきますかね。ここにもね、ここにも火があった方が多分やりやすいと思うから、上から火を持ってきましょう。で、2箇所ね、火があればね、片方が消えてしまっても大丈夫的な感じになるんでね。火をつけて、焚き火をつけて、さっき作ったオムレツもしくはタコスを食べます。美味しい。そしたらお皿を3つ用意した方がいいから、とりあえずこれいらんから、これちょっとここ置いといて。わ、私2個もパイを持っておった。あー、お皿いっぱいあるわ私。まあいいや、置いとこう。よし、そしたらやっちゃいますか。いっちゃいますか、それじゃあ。あ、もう1個ボールやった方がいいな、多分これ。じゃあ行きますよ、皆さん見てください、私の火事の速さを。って言っても横画面だから遅いかもしれないけどね。よいしょ、まずこれやって、これやって、これやって、丸石を回収して、まあ、重い。丸石回収して、ほ、いやー、もう重いんだよー。ちょっと今のないわ。丸石を回収して、こうやってやって、これをこっちにね、入れていきます。いや、これダメだな、多分。よいしょ。入れていって、ね、ふたとやって、
やーん今のでもしょうがないよね。だって。だって今の、なんか、うまく動かなかったし、止まったし、なんか一瞬ね。今の場所、カゴどこ行った？カゴ、カゴ。このカゴをゲットして、これを片方こっち側にやっちゃいましょう。どうしようかな。まあ、とりあえずもったいないけど、4個一気にやっちゃいますかね。ちょ、次もう一回見てください、次。で、今回はちょっと、箸休めです、これね。箸休め、箸休め、箸休め。はい、これ箸休めですね。そしたらこれ回収して、これをこっちに。うわ、重い。私のね、やり方なんですがね、これもう一個下なんだよね。だからさっきうまくいかなかったんだな、これね。うん。もう一個下の方がやりやすいんで、私。これをね、こっちにやります。これこっちにやって、で、鉄鉱石を上にやる的な感じ。で、この横にね、皿を置いておきます。こうすればね、一気に全部、しまうことができるんでね。で、先に、もう石炭をね、入れちゃいます。で、丸石ここ置いて、鉄鉱石をここと、ここにね、置いときます。カジカナ槌はね、この鋼にするときはね、使いません。横に置いときましょう。で、これこっちやって、火をこっち移動して、これやっといて、焚き木を使って、ブシャーってやっといて、で、これは、こういう感じにやっておきましょう。はい、じゃあもう今度こそやります。今度こそ。いきますよ。いきますよ。皆さん見てください。あ、ちょっとご飯食べとこう。いきますよ。はい、とやって、これ焼いて、うわ、ちょ、これ焼いて、ちょ、待ってこれ、動きがやばい。これ焼いて、丸石持って、パンパンパーンとやって、これ丸石を置く場所がないといけないんだけど、本当はね。よいしょ、これをこうやってやって、で、蓋をし、わあ、横画面、よいしょ。で、これを焼いて、焼く。はい、ここまでですね。ちょっと、本当はこの後にね、鉄インゴットを、これを焼く的な感じのことをできるんですが、今回ちょっとできなかったね、遅くてね。まあ、とりあえず、ここまでできればね、かなり家事は早い方だと思うので、皆さんぜひね、1回のこの焼きで、3個同時に、鉄のこのインゴット、鋼の延べ棒まで吸う的な感じのことはね、やることを意識してやっていくと、かなりね、家事が早くなると思うんでね、やってみてください、ぜひ。あ、石炭持ってきてくれた。上の方に1個あったよって。そしたら、一応予備のクワとかも作っておきますかね。で、これ、トングが大量にいっぱいあるから、これトング1個横にずらしておきましょう。じゃ、もう1回やりますかね。じゃ、今度は、鋼の延べ棒を作った後に、鉄のね、鉄器を作る的な感じのことをね、やってみます。焚き付けを作って、燃やして、これをこっちやって、石炭を回収して、こっち置いて、この石炭はこっちに入れといて、今回4個あるから4個やっちゃうか？で、4個あるんで、これも準備しといて、4個厳しいかな？どうだろう？わかんないな。今回クワも作ろうかなと思ったけども、クワ作るとこまでちょっとできないかもしれない。もしかしたら。4個同時はあんまりやったことないのと、あと、横画面だからね。言い訳をさせていただくと横画面なんで、うん、横画面難しいんでね。こうして、お、なんかすごい。棒持ってきてくれてる。たくさんクマ作ってねってことかな、多分ね。よし、行きますよ、それじゃあ。シュピーンとやって、燃やして、丸石を、重すぎるよ、これ。やばい、この重さ。丸石ポン。いやー、ちょっと、ごめんなさい、ちょっと、横画面、プラス、この、やりながらだとめちゃくちゃ重いんでね。こうして、いやー、せめてもう一個、これやっときたい。よいしょ。うん、これだけでもやっときゃ大丈夫だ、多分これ以降はできないね。オッケー。まあまあ、これで次、るつぼを焼きつつ、鉄器を作る的な感じにしよう。そうすればまあ、あんまり効率が悪い的な感じになってないと思うから、多分大丈夫。鉄器を、斧2個、クワ2個作ろうか、それじゃあね。ちょっと本当にね、こう、カクカクつきがちょっとあれなんだけども、次頑張っていくか。あとは、最後に子供たちに顔出していかんと、このばあさんがいたことを知らずに、みんなね、生きていってしまうからね、私のこの、私が生きていたっていう、その事実をみんなにね、伝えておきたい。焚き付け、あ、上の火消えちゃいそうだけど大丈夫かな、あれね。誰もやんない感じかな。よし、じゃあ、いきますよ。1、2、3、4、1、2、で、ポン、ポーンとやった後に、1、2、で、ポンポン、ポンポン。はい、今回はうまくいったんじゃない？やった。
どうだよ、今何歳私、54歳にしてようやく初めてうまくいった。こんだけ鉄を極めるのは大変なんです皆さん。54年かかるからね。あ、待って、死んでしまいます私。あ、タコスっていいですか、私ちょっと食べちゃいますね。タコス、ごめんね、私作ったタコス、あ、美味しいけど7しか回復しない。美味しい。でも火事できる、火事できる、火事できる、よろしくね。私も死ぬから、あ、できないかな、他のことやりたいかな。 OK、 じゃあよろしく。ロビーツール作っておけば大丈夫、頼んだよ、ありがとうね。今なんか呪いの音聞こえたけど、どうした、誰だ、誰が何やってる、どうした、呪いあった今、どうした、大丈夫。ババヤで誤爆か、オッケー。パパそろそろ行くね、みんな。待って、生きるんじゃよ。この村、まあ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 、いい感じに守ってもらってるからね。やだ。かわいい子よの、かわいいの、ババ、やだって言ってる。多分、いい感じに守ってるはずや。うん。わちょっと家事やってて分かんなかったけどね。きっと、みんな、どこ行くねー。今めっちゃ走ってたんだけど。やりもく？名前が？やりもく、変な名前、かわいそうな名前。やりもくって名前なの、誰だその名前つけたやつ。誤爆じゃないぞ、多分呪いね、多分ね。パパ邪魔かな、ここ。長息するんじゃよ。に、わし父出ないんや。ごめんの。また来世での。頑張れ、やりもく。ダメだ、名前で笑っちゃダメだ、失礼だ、人の名前で笑っちゃいけない。やりもく頑張れ、誰も君のことをやりもくで声かけてこないと思うかね、頑張るんじゃよ。じゃあまた来世だの、頑張るんじゃよ、バイバイみんな。ある程度体力たくさんあると、この死ぬまでが長いっていう。待って、41世代だって結構進んで、そして 1,2,3,4,5,6 6人もいる。いいね、続いてよかった。